ましては S&K さんです。今日初めてのユニットとなります。楽しみにしてはいおりました。はい、よろしくお願いいたします。はい、こんにちは、S&K って3日ぐらい前に知りました。あーいいやなと思って、サックマンの S とキトーさんの K、 こんないくらでもできるね、これね。はい、ありがとうございます。私たちはあの踊ることはできるんですけど、いいですか。ありがとうございます。チューリップっていうバンドの歌ばっかりやります。だから暗い歌、ちょっとね苦痛やと思うけど20分ぐらい我慢して聴いてほしいと思います。19分ぐらいね、私の小さな人生。私が今日まで生きてきて何がこの手に残ったの。生まれて死ぬまで私は何をする。お金をもらって何に使おう。歩いても歩いてもいつも一人だ。人はおかしな男と言うけれど、私の デビューし魔法の黄色い靴っていうのでデビューしたんですけど、
その前にレコードを出した曲なんですね。これ誰も知らんわな、こんな羽島の人連れてきても10人ぐらいしか知らんと思う。すごい、ごめんね。そんなような曲を中心にあと15分やりますのでよろしくお願いしたいと思います。一人の部屋っていう曲いきたいと思います。今日はあの佐久間と紀藤さん、私がメインじゃなくて紀藤さんもメインじゃなくてどっちもメインなんです。よろしくお願いします。お願いします。もう一曲私が歌います。一人の部屋ありがとうございます。題名つまらないっていう曲じゃないです。一人の部屋。この曲はね、チューリップってあの心の旅って大ヒットしたしね。あれの前のシングルの曲がこの一人の部屋。だから3位はな。あのそうこれでもう一曲失敗したら。あの地元の九州に帰ろうかなっていうような感じ。それで一生懸命悩んで心の旅を作ったというような感じですね。一人の旅、誰も知らんもんでね、俺オリジナルにしようかなと思って。よろしく。あ、知っとる？有名やった？俺誰も知らんと思った。羽島で知っとっても30人くらいかなと思ったもんね。失礼しました。チューリップに怒られるとそれ以上喋らんと思います。次は紀藤さんが歌います。
セプテンバー。セプテンバー。ちょうどいい曲をね。ワン、ツー、スリー、フォー。夏が通り過ぎ、風が流れて、僕の心の扉開けて、君がやってきた。一人ぼっちがとても長すぎて、幸せ忘れてた二人、愛を温めたよ。抱きしめて眠った夜は、涙流した君の頬にそっと口づけした。竹内まりやさんのね、からし色のシャツなんとかっていう曲やけど、うちらチューリップマニアはセプテンバーでこれしかない。そうなんですよね。本当にあと苦痛の時間もね、7分ぐらいで終わります。よろしく。本当？じゃああと30分ぐらいやろうかな。ね、チューリップって、ね、本当に好きや。これであの木戸さんも好きでね、あんまり最初喋らなかった、恥ずかしい。誰もチューリップ好きって言わなかったの。昔から中学ぐらいの時からチューリップ好きなんて言うと、なんかちょっと弱いような感じでね、捉えた。だからね、吉田拓郎が好きやとかさ、まだ長渕おらんかったので、吉田拓郎好きやって隠れチューリップやったんですね。今もね、カミングアウトしてチューリップ好きやって、ね、言ってます。はい、今は、最後の曲です。夕日を追いかけて。しばらくぶりのふるさとは大きな町に姿を変えていた。体を揺すって走ってた悲しみこらえ
つもやめてしまっていた。いつからだろう、母が唇に刺す紅をやめてしまったのは、長生きしてねの一言さえも照れくさく言えず、明日は出てゆく日、戻っちゃダメと自分に言った。切り捨てたはずのふるさとだから、都会に海が見えないから、人は僕を笑い者にする。都会の星はとても遠いから、人は僕を夢見るバカという。いつだって止められないけど、それでも僕は追いかけてゆく。沈む夕日を追いかけて、死ぬまで僕は追いかけてゆく。